皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。本日はナルト疾風伝一楽の味噌豚骨風味ですね、こちらのレビューをやっていきたいと思います。ナルトをね、読んでいただいている方はもちろんご存知だと思うんですけれども、漫画の中でこう一楽っていうね、ラーメン屋がね出てきて、ナルトがねそこで一楽のラーメンをね食べるシーンがね漫画の中で登場するんですね。そちらのねナルトが食べている一楽の味噌豚骨ですね、ラーメンスープを B レジェンドはプロテインスープで忠実にね再現いたしました。一体ね、どんな味なのか飲んでいきたいと思います。で、こちらの一楽の味噌豚骨風味は、ホットプロテインなので、お湯を入れて溶かしていきたいと思います。別にシェイカーとかをね、こうかき混ぜてもいいんですけど、ラーメンっぽく楽しみたいと思いましたんで、ラーメン鉢とレンゲをちょっと用意してきました。ここにね、溶かして入れていきたいと思います。ホットプロテインっていうことで、お湯でね、飲むことを推奨してますけど、水でね、作っていただいても飲んでいただけると思います。ただしね、お湯で作るときはラーメン鉢であったりカップに入れていただいてシェイクするんじゃなくてスプーンでかき混ぜて作ってください。水でね作られる際はシェーカーに入れていただいてシェイクしていただいても問題ないと思うんですけれども、お湯でシェイクしちゃうと爆発しちゃう恐れがありますんでご注意ください。で、こちらの商品なんですけれども、お湯を 250ml から 350ml に対してこちらのねスプーンがついてきますんで、これですり切って 3,4 杯入れていきたいと思います。濃いめで飲みたいので 250ml 入れていきたいと思います。豚骨の匂いですね、カップ麺の粉末スープの豚骨の匂いに非常に近い香りがいたします。僕すごいラーメン好きなんで非常にいい匂いですね。これはそれでは入れていきます。4杯ですね。はい、ご覧いただけますかね。かき混ぜておりましたら綺麗にダマもなく溶け切りました。色味も非常に豚骨ラーメンのね色を再現できていると思います。あ、豚骨ラーメンのスープの匂いですね。それではいただくってばよ。まい、これは一楽の味噌豚骨ラーメンスープだってばよ。うん、こうピリッとする胡椒系のねスパイスが効いた感じもねすごく感じますんで、うまくラーメンスープをね再現できていると思います。個人的な感想なんですけど、お湯を少なめにして濃いめに作って中華麺であったりうどんを入れてもね美味しいと思うんですよね。もしくはパスタなんかでもいけるかもしれませんね。普通にラーメンスープとして飲むというのもいいと思いますし、美味しい食べ方を考えていただいてね、アレンジして楽しんで使っていただければ非常に嬉しいです。一楽の味噌豚骨風味の栄養成分表示ですね、1食 30g あたりエネルギーが 109.2kcal、 タンパク質が 20g、脂質が 1.5g、 炭水化物が 3.7g、 食塩相当量が 3.3g となります。寒い朝とかでもいいですし、間食なんかでもいいと思います。お好きな、ね、タイミングで1日1食を目安に楽しんで摂取していただければと思います。発売日なんですけれども、12月21日月曜日お昼12時から5000袋限定ですね。一楽の味噌豚骨風味に関しましては特別に5000袋ご用意いたしました。で、気になる販売価格は2780円となります。概要欄の方に URL 貼っておきますんで、ぜひそちらからお買い求めいただければ嬉しいです。ラーメンスープとしてもおすすめできるクオリティにね、仕上がってると思います。これはもはやプロテインではなくて、ラーメンスープだってばよ。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。